ね、キューブで、はい、よろしくお願いします。映画商談プレミアムの7月の3連休の土曜日は映画商談プレミアムのマンダラ図書館でライブさせていただいて、なんと今日は10回目です。
ソリストは堀部なりでした。そうですね、伴奏してくれますのは後で、ステージもやってくれますミラクルオブビーイングの鈴木しおりさんです。よろしくお願いいたします。それでは、ね、この曲はですね、数年ぶりに歌うんですけれども、どうしても今年は行きたいと思って、ステージに載せました。私が一番綺麗だった時です。まだまだ綺麗な髪
から常連のいらっしゃいました。私たちの座礁団ブレーミア、多分今日初めていらした方もいらっしゃったと思うんですけど、日本語、外国の曲でも日本語の詩に直したりとか、それから皆さんがよく知っている曲に、皆さんがよく知っている詩を載せたりとか、私が一番聴いていただきたいと思ったりとかしています。日本語の詩を歌うのがブレーミアの特徴で、ですね、大きな特徴だと思います。この私が一番綺麗だった貴重な詩ですけれども、茨城のりこさんの詩人の代表的な作品だと思います。茨城のりこさんというのがですね、ちょうど私の母と同世代ですね。私の母の初恋の話を聞いたことがあります。お友達のお兄さんに憧れていますね。まあ15歳ぐらいの時で、昭和17年ぐらいだったんですけど、すごく素敵な人だったなと思いますけど、まあその彼は、付き合ったかどうかは知りませんが、ね、召集されて帰ってくるのかと。なかなかおしゃべりできないし、こういうのが時代で、まあ、こうやってそういうふうに戦争でこういうのできなかったっていうのは、日本だけのことではありませんが、今から曲をすると曲です。これは今ロシアとかウクライナとかって言ってますけど、それが全部合わさってソビエト連邦だった頃にできた歌なんですけど、戦争で死んでしまった本当にどうかも、それでは聞きください。
ソビエトに行った時の歌で、気持ちを歌った歌です。空のお日様。